はい、こんにちは。南相馬サイエンスラボの博士です。今日は先日福島県のふるさと絆維持再生支援事業を活用して開催された第5回地域教育を考える勉強会の様子についてダイジェストで紹介したいと思います。さて、私たちが暮らしている南相馬市は今から11年前に発生した東日本大震災と、それに伴って発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故によって大きな被害を受けました。特にこの原子力災害を受けたということは、同じ東日本大震災によって被害を受けた岩手県や宮城県とは違って、福島県に対する風評というものを引き起こし、それが今も続いているということになります。私たち南相馬サイエンスラボは設立当初から自然科学や農業食育や環境保護や歴史文化といったさまざまな地域資源を活用した体験教育活動を行うことによって、風評の払拭に取り組んできたということになります。特に最近ではさまざまな地域資源や、あるいは南相馬市で採れたお米などを活用して、市外あるいは首都圏などに出向き、さまざまな体験教育活動を行うことで、多くの人たちに福島県の農産物の安全性や福島県の復興の様子についてお伝えしていくということになります。さて、風評について改めて考えてみたいと思います。風評というのは、例えば、このようなこととか、このようなこととか、あるいはこのようなことが原因で起こる、要するに知らないこと、わからないこと、見たことがないこと、食べたことがないこと、行ったことがないこと、そうしたことが原因で起こる悪い噂というふうに考えることができるかと思います。さて、そうした悪い噂を払拭するためにはどうすればいいか。それはできるだけ多くの人々に正しい情報を伝える必要があると思うんですね。ですから、私たちは先ほどお話ししましたように、首都圏やあるいは市外に出て行って、その情報について伝えているということになります。先ほどの風評のメカニズムについて改めて考えてみたいと思います。本来はこういう形ではいけないわけで、ではどうすればいいかというと、本来はこういう形でなければならないわけですね。つまり、地域のことをよく理解し、地域のことを愛し、それを多くの人に伝える、そういった優れた人材を育む、あるいは育てる、そういった教育の仕組みが本来は必要だったと思うんですね。ところが、福島県には震災当時そうした優れた教育システムがなかったか、あるいはあったとしてもそれが十分に活用されていなかったので、風評というものを自ら起こしてしまった、あるいはそれを防ぐことはできなかった、さらにそれが現在にも続くということを抑制できていないということがあるのではないかと思っています。今回、私たちがこれまで交流を続けてきました川崎市、只見町、そして小田原市の職員の方に来ていただきまして、それぞれの地域の素晴らしい教育の仕組み作りについてお話を伺いました。3人の先生方のお話はどれも素晴らしい内容で、我々が参考にしなければいけない、あるいは見習わなければいけないものがたくさんあると感じました。地域教育を考える勉強会は非常に長い時間かかりますので、3つに分けてお送りしたいと思います。まず1つ目は3人の先生方の基調講演、そして2つ目が南相馬サイエンスラボがこれまでの活動の中でようやく行き着いた活動の指針である幸せを作る教育についてお話ししたもの、そして3番目がそれらを受けて先生方と一緒に教育の仕組み作りについて議論したパネルディスカッションということになります。まずは3人の先生の基調講演です。ぜひ最後までご覧ください。第5回地域教育を考える勉強会、幸せを作る教育、南相馬サイエンスラボ院長の斉藤実博士からよろしくお願いします。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。南相馬サイエンスラボの斉藤です。今日はですね、第5回の地域教育を考える勉強会、幸せを作る教育です。よろしくお願いします。私たちが暮らしている南相馬市というのは、こちらにありますように、全国のさまざまな問題に加えて、今から11年前に東日本大震災によって大きな被害を受けました。
地震によって家が壊れたり、10メートルを超える津波によって多くの方の人命が失われました。またそれに加えて、南相馬市の南の方にあります東京電力福島第一原子力発電所の事故によって原子力災害を受けてしまったということがあります。ですから、同じ震災によって被害を受けた岩手県や宮城県とはまた違った大きな問題が今も続いているということになります。震災からの復興や復旧というのは、国や県や市や市民、そして全国の多くの皆さんの協力によって着実に進んできているというふうに思われますが、この原子力災害というのは、今もまだふるさとに帰れない人がいるというようなことなどから、福島県民、あるいは福島県の農産物に対する風評というのは、今も根強く残っているというような状況です。そうした中で、実は最近非常に嬉しいニュースが飛び込んできました。最新号の広報南相馬によると、住みたい田舎ベストランキングというものの中で、南相馬市は東北3位、そして県内1位の高い評価を得ているということになるそうです。子育て支援や移住に関わるいろんな政策が実を結びつけあるという状況だと思います。また国勢調査の結果などからも、南相馬市は人口が県内の中で増えているという非常に特徴的な状況にあるということも伺っています。さて、私たち南相馬サンシスラボというのは、2026年に活動を開始した団体です。ここにありますような自然科学や農業、食育、環境保護、そして歴史文化といったさまざまな体験教育活動を行っている NPO 法人です。そうした身近なものを科学する活動によって、風評の払拭や子どもたちの健全な育成に取り組んでいるということになります。私たちは南相馬市内だけではなくて、県内外のさまざまな地域との交流活動を続けています。そうした中で、まずは川崎市の佐藤玲子先生に今日は来ていただきました。よろしくお願いします。また、只見町からは中丸幸男先生に来ていただきました。そして、小田原市から湯浅義先生に来ていただきました。本日は、こういった3人の先生から優れた教育に関わるお話を伺って、私たちが今後どのように将来を構築していくべきなのか、そうしたあるべき姿を皆さんと共有するため、こういった地域を考える勉強会を開催することになったわけです。どうも最後までよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。次は代理人のご挨拶をしていただきたいと思います。福島地域活動団体サポートセンターの小野田さゆりさんをよろしくお願いします。ただいま紹介いただきました福島地域活動団体サポートセンターの小野田と申します。ふるさと絆域再生支援事業、略して絆事業と呼んでいますが、こちらは東日本大震災後福島県の復興や風評払拭に取り組む NPO 法人さんを支援するものです。私はこの絆事業に携わりまして、まだ3年目ではあるんですが、年々活動の幅を広げられている、年々支援者、共感者を増やされているなという感じがいたします。この勉強会を機にますます発展、ご活躍いただくことを記念しますとともに、今後も継続して福島県の復興、風評払拭に取り組んでいただくことを期待しております。以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。では、気象公園の方に、入らせていただきたいと思います。最初に佐藤英子さん、よろしくお願いしま
します。佐藤英子様は川崎市教育委員会障害学習推進課地域教育寺子屋事業推進指導主任として活躍されています。静岡県出身のようで、ご両親の影響で教員を志し、川崎市小学校教員として20年勤め、1年生から6年生までの全ての学年担当を経験されたそうです。そして令和2年から川崎市教育委員会で地域教育寺子屋事業推進指導主事となり、現在は川崎市の地域学校共同活動の推進と地域の寺子屋事業の担当をしておりまして、私どももお世話になっております。よろしくお願いします。では改めましておはようございます。では早速なんですけれども、川崎市で地域学校共同活動の一つとして実践しております川崎市の地域の寺子屋事業について本日は説明いたします。まず川崎市の紹介なんですけれども、川崎市このピンクに塗られたところでございます。東京と横浜の間にある市でございまして、川崎市のイメージというとやはり工場が多くて、まあ、郊外の町ですとか、まあ、ちょっと治安が悪いんじゃないかなっていうようなイメージを持たれがちな市なんですけれども、現在7つの府に分かれておりまして、海沿いのところはまあ工場なんかが多くて、山側の方は自然豊かなでございまして、154万人の人口がおり、外国籍の方も多く住んでおりまして、それぞれ小学校中学校には国際教室という教室もありまして、多くの外国籍の方がここで学んでおります。75万世帯あるんですけれども、実はその75万世帯の約 2% が3世代の同居なんです。 2% しかないんですね。おじいちゃんおばあちゃん、お父さんお母さんお子さんで住んでる3世代同居が 2% ということで、非常に川崎市は核家族化が進んでおります。他の都市や地方から移り住んでいて、川崎市にもともといたっていう方もちょっと少なくなっており、人と人とのつながりっていうところが薄れているといったような現状です。そういった市の現状から平成26年に川崎市地域の寺子屋事業がスタートいたしました。この寺子屋と名付けたのは、川崎の蔵市長が川崎で寺子屋というのを作りたいと言って公約に掲げまして、ここから川崎市の寺子屋事業がスタートして市長が名付け親でございます。地域の寺子屋事業は、川崎市にある地域の皆様方が学校施設を活用しながら寺子屋の事業を開催しています。主に学ぶ、体験するを本柱として寺子屋の授業を開催していただいております。学ぶの方は放課後週1回子どもたちに学習支援をしていただいています。体験するの方は土曜日日曜日と休日に体験活動をしていただいております。その地域の団体様に授業を委託しております。学校施設を活用しますので、図書室ですとか特別教室ですとか体育館等の場所の提供を行っていただいたり、寺子屋事業がありますよといったような募集のチラシを配る際に先生方にご協力いただいております。地域の皆様方が主体となって寺子屋先生として寺子屋事業の方をしていただいております。1つ目が地域の教育力の向上、子どもたちの学習や体験をサポートする仕組みを市が作ることによって地域で教育をしていこう。2つ目がシニア世代をはじめとする地域人材の経験を生かして多世代で学ぶ障害学習の拠点国となっていくという目標を掲げました。豊かな学びや体験の機会を提供することで、学習する学ぶ意欲の向上やいろんな方と接することにで豊かな人間性の形成を図ること、この3つを寺子屋事業の目標に掲げております。ここの寺子屋は図書室で学習支援をしている寺子屋です。始まる30分程度前に集まっていただいて、このように受付等を行った後、実際の学習支援に入ります。音読の宿題を聞いていただいたり、学校で出た宿題を一緒に
やっていただいたり、紙芝居を読んでいただいたり、将棋をやったり、お楽しみ学習といったものも増えております。シニア世代の方に宿題を見ていただいたり、音読を聞いていただいたりすることが、保護者の方にとってはとっても ありがたいといったような声もいただきますし、将棋や紙芝居なんかのなかなかできないのですごく重宝していますといったような声が聞かれます。中学校の寺子屋は学校の図書室で授業が終わった後に行う場合もあれば、ある中学校の寺子屋では部活動等があるので、部活動が終わった後一旦家に帰って子ども文化センターや町内会館、その場所で夜間に寺子屋をやってくださっている地域の方もいらっしゃいます。こちらは JAXA の方に来ていただいて、宇宙の話をいただいた後に校庭でペットボトルロケットを飛ばしていたりですとか、ポーツチャンバラをしていただいたり、こちらはサイエンスラボの方に来ていただいた時の蜂蜜の体験学習のといったような体験活動をしていただいています。寺子屋の開校状況なんですけれども、川崎市小学校は114校ございます。そのうち今59箇所、中学校は川崎市51校ございまして、14箇所開校しております。特別支援学校は1箇所、老学校の方で開校いたしました。地域の町内会の方が実行委員会を組織して寺子屋を開校していただいたり、この中学校区地域教育会の方々が開校してくださったり、コミュニティスクールをいただいている方、 NPO 団体の方が様々ございます。寺子屋先生養成講座というのを市が行っておりますので、自分の地域に寺子屋を立ち上げたという方も多くいらっしゃいます。寺子屋のコーディネーターという実際の運営をしてくださる方がいらっしゃいます。市から委託料を払っておりますので、委託料の管理や会計に関すること、資料を作ったり市への報告をしたりというような運営面を行う方、コーディネーターと寺子屋先生といった形の運営を行っています。子どもたちからは親や先生以外の大人と話ができたといったところが約9割ということで、地域の方とのつながりを実感できているようです。子どもたちを温かく見てくれて褒めてくださるんですね。勉強がすごく楽しくなったとか、寺子屋先生に街で声をかけてもらったっていったようなところで、子どもたちから楽しいというような声が多く聞かれます。続いて寺子屋先生の方ですね。子どもたちから元気をもらえるとか、脳トレになったとか、最近の学校や子どもたちの様子が分かったというような声も聞かれます。82歳の寺子屋先生が、私はこの年になって社会の役に立っているとおっしゃっていて、寺子屋が地域の皆様方の生きがい作りですとか活躍する場となっているという、寺子屋の取り組みは思っていた通りだったといったようなところで、寺子屋は塾ではございませんので、学校とも家庭とも違う寺子屋ならではの良さ、また地域の中に知り合いが増えることで、防災関係の時などに非常にありがたいといったような声が聞かれます。になりますが、私小学校の教員をしてこの仕事に変わったんですけれども、小学校にいる時は学校だけが教育をする場って思っていたんです。でも学校だけでは子どもは育たないって言ったようなことを、その授業を通してまた地域の方の姿を見て感じています。川崎は人と人とのつながりは非常に薄いなと感じるところがあるので、この地域の寺子屋事業を今後も川崎市で広めてつながりを作っていくことを大事にしていけたらと思っております。どうもありがとうございました。以上です。今の中でご質問ある方は、南相馬サイエンスラボの石川です。特別支援が今一行ということで、むしろ社会との関わりの少ない特別支援学校こそ必要な授業ではないかと実感を持ったんですね。市長が小学校に作ろうって始めて、中学校にも作ろうって2期目で言ったんです。特別支援学校っていろんな地域からお子さんがその一つのところにやってくるので、地域の寺子屋っていうのは難しいんじゃないかって私たちも思ってたんです。でも老学校で講師をしている方から作りたいといったような声をいただいて、作っていったら非常に子どもたちにとって有意義な寺子屋になってますので、今後そういったことも本当に必要になってくると思っています。
ありがとうございました。大いに期待しております。中丸様は教育委員会の障害学習学会主査兼社会教育主事兼指導主事、小学校教諭を経て2020年から只見町教育委員会障害学習学会になりました。学校現場での経験を生かしながら主に ESD 持続可能な開発のための教育に関する指導や地域と学校が連携しながら子どもたちにより良い学びを提供していけるように、また学校から始まった ESD を障害学習に広げることができるように学校教育と障害学習の共同を目指しているということでお願いします。ただいまご紹介にお預かりしました、只見町教育委員会の中丸と申します。よろしくお願いします。本当に田舎のところです。自然たくさん で特徴的なのはこの自然と人々の共生というところが認められて、平成26年から只見ユネスコエコパークということで認定されたところです。人口約4000人なんです。残念ながら人口減少を進んでおりまして、そこが課題となっております。本当に嬉しい話なんですが、選抜高校の21世紀枠に選ばれて甲子園出場するということになりました。幸せとはということで、幸せの形っていろいろあるのかなと思うんですが、自己有用感とか自己肯定感とかそういったことが幸せにつながっているんじゃないかなということで、全国学力学習状況調査の結果なんですが、これ全国福島県只見町は肯定的な意見が高いですね。小学校です。中学校もかなり高い傾向が見られています。で、まあ、要因として今日お話しさせていただく ESD の推進であったり、こう地域学校協力活動が関わっているんじゃないかなと考えているところです。ESD 地域学校共同活動、この導入当時の教育長がこんなことを話していました。只見町を持続可能にしていく、そういった地域の人材を担うということで、じゃあどういう教育が必要なのかなと、経営教育から誇り教育へ、学ぶ教育、ただ地域を知ることだけではなくて、それをさらにこう貢献するというところで、そういうような教育、そして、まあ、一貫した教育、ESD というのは持続可能な開発のための教育、SDGs、持続可能な開発目標というのはご存知になっているかなと思いますが、教育というのが17の目標の中心となっているよ、教育を通して様々な問題が解決できるんじゃないかというのが、ESD の基本的な考え。ふるさと、只見を愛し、誇りに思う心を育てる ESD ということで、小学校ではユネスコエコパークにも登録されている大自然只見をまずは実感して、体験して、その良さを知っていこうというような教育を行っています。視野を広めるために、只見は海、海洋教育ということで、ただの伝統芸能の継承ということで、町の伝統芸能を子どもたちが実際に体験を学んで、そういった学びの中から出てきた課題、そういったものを自分たちでどうすればいいのかを考えて、これ発表する場、ここにいるのは町長、教育長、この前で子どもたちが実際に自分たちが考えた只見町の未来というのを、一緒にこういうことを取り組んでいきましょうというのを実際に発表しているところです。小学校では新聞紙のレジ袋作りであったり、ブナの木を使って、普段のバッジを作って、将来、また県外に SDGs の取り組みを広めたり、米袋を使って、焼酎の袋として作り直して、こんなことをしています。またの古今を作って、大きい、ね。まあ、そういった取り組みというのが広まりまして、いろんな新聞であったり、国連に手紙を英語で送って、実際にこう考えたことを実践に移すことで、いろんなところでこう取り上げていただいて、2011年夏に豪雨災害というのがありまして、経験を生かして地域と一緒に合同で防災訓練を行ったり、高校の方にも進めていこうということで、大人とのつながりを作ってプロジェクトを実施していこうとしていたり、町には塾が一つもないの、町の塾といったのを開校したり、今年度は実際に高校の中にゼミを作って学習指導や進路指導なんかにも、町内から入ってくること、只見町の山村留学生ということで認定しまして、寮の支援だったり生活学習の支援だったり行っています。本当にこの子どもたちは ESD を積み重ねてきた年代です。
ESD を支えるところとして、この地域学校共同活動というのが大きく関わっているのかなということです。只見町でもこんな取り組みをしています。今の子どもたちは川遊びを体験する子がいないと、地域の方は昔よく遊んだって、そういうところで運営協議会に出していただいて、次の年に教育課程に乗り込まれて川遊び体験、導入1年目の活動の成果と地域と学校がつながりを持てたよなんていうところも入っている。地域コーディネーターというのを今年導入しました。学びの発信ということで、子どもたちの地域に発信する。レジ袋作りの講座を開いて、あと、障害学習の連携ということで、ESD パートナー企業団体さんというのをお願いしまして、企業さん、団体さんも ESD について理解してもらって、いろんな協力をしてもらえる。地域を学ぶこと、地域に貢献すること、そして、具体的な視野を持って、只見町の良さを考えたり、地域を愛する気持ち、そして地域に頼られる存在となって、最終的に自己有用感の高まりだったり、こう、さまざまな能力体の育成につながったりしているのかなと考えているところです。思います。こういう課題がありまして、ESD や地域学校協働活動、そういったところから、只見ユネスコエコパークに暮らす町民全体が、ふるさとの良さを再認識して、愛情と誇りを持ちながら、生涯にわたって心豊かに生きていくというのは、先週の只見町の様子です。この雪を否定するのではなく、どう誇りに変えていくか、どう活用していくか、そういうところも只見町の教育なのかなと思います。人口が少なかったり、その団体の活動が地域のその教育の方針にちゃんと乗っかって協力してくれる人たちっていうのは、どういうふうにその大変なところっていうか、そういう人たちを参加してもらわなきゃいけないところで大変なところってありますか？只見町 NPO の団体の方っていうのは1団体だけです。今回つながりを作っていただいたのもその団体さんなんですが、その1団体さんが本当にこういろんなところで教育を進めていただいたり、理解を持って進めていただけるので苦労しているところはありません。ただその1団体がなかったらどうなのっていうところはあるので、本当に貴重な存在なのかなと思いまして、やはり高齢化が進んでおりまして、いかに町に残ってもらっている若い世代の方たちをそういったところに引っ張り出していくか、参加していただくかというのが一番の町の課題なのかなと思っております。教育をどういうことか、山の中だけで暮らしていると、逆にこう良さが見えなかったり、課題が見えなかったり、只見に流れている川というのは海とつながっていて、その海がまた只見町に雪を降らせていく、この水の大循環の中でこう只見町を捉えていくことで、より広い視野を持てるんじゃないかと、そういったところで始まったのが海洋教育です。中村さん、ありがとうございました。はい、では最後は岩佐博史様、小田原市文化部障害学習課課長さんでございます。平成元年小田原市役所入庁で学芸員として小田原市共同文化館小田原城天守閣に勤務されました。平成22年4月より障害学習課孫徳記念館係長、孫徳記念館に7年間在籍後、平成29年4月に障害学習センターに勤務し、平成2年12月より現職になりました。平成30年に開校した小田原市民学校には準備段階から関与されていて、担当者と試行錯誤しながら授業を進められているそうです。お願いします。はい、じゃあ皆さんどうもこんにちは。今ご紹介いただきました岩田です。よろしくお願いいたします。今日は小田原市民学校ということでお話をさせていただきます。川崎市さんからにお子さん中心のお話なんですが、ちょっと私の方は、まあ、大人向けの授業だというふうにご理解いただければ。そもそもこのきっかけなんですけれども、どこでもそうだと思うんですけど、なかなか自治会の役員のなり手がいないとか、あるいは農業分野でいうと、まあ、小田原もそうなんですが、耕作地が増えてまして、今小田原の山の中って竹林がどん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 増えちゃってるんですね。いろんなところで担い手がいないっていう声が、まあ、上がってた。まあ、その中で担い手をどうにかしていかなきゃいけないよねっていうところがそもそもの出発点になります。担い手っ
って言ったってあんたやれって言ったって誰もやりませんよね。なのでどういう仕掛けでやらなきゃいけないかっていうのを、29年度いろいろ考えました。まあ、まずは小田原の課題を知ってもらう必要があるよね。市民は結構知らないんじゃないのみたいなところがあって、例えばイノシシが今小田原もすごいです。だけど市民はまさかそんな鹿とかイノシシが増えてるなんか、まあ市民の半分以上分かってる。なのでまずは課題知ってもらう。でもう一つは、でも課題だけしたところでそんな嫌なことをやりたくないよって話になるので、でも小田原ってとってもいいとこだよね。では例えば歴史的な環境とか、あと海があって山があって川があってっていう、まあ非常に恵まれた環境なわけです小田原っていうのは。そんなところを、まあ、まずは小田原のいいところも知ってもらわない。この市民学校って高校生が入れる、例えば学校行ってないお子さんで市民学校だったら行きたいよっていうんだったら別にうちは全然ウェルカムっていう性格で、それから、まあ、最後は今実際に担い手として活動している人たちを巻き込まないと、要は我々だけがやっても仕方がないので、ここをうまく巻き込んでやりましょうよというのが市民学校ができるまで、まあ、平成29年度に、まあ、仕掛けを作る段階で考えてたことになります。まあ、今まで小田原ではこういう学びの場というのはありませんでしたので、新たな学びの場ということで、平成30年度からスタートをいたしました。この市民学校の目的なんですけれども、ここに書かれている通り、まあ、持続可能な地域社会、これを実現するため広く市民に対して地域資源を活用した長期的体系的な学びの場を官民が協力して提供することで、さまざまな分野で活動する担い手を育成する、まあ、これが市民学校の目的になります。何か地域貢献をやりたいっていうのが、まあ、とある統計によると100人いると40人ぐらいはやってみたいけどどうしようって、残りの人ってもう全然関心がない人みたいなんです。なのでこの市民学校のターゲットは大雑把に言うと、市民が100人だとするとこの 40% ぐらいの人にどこに届くのか、仕掛けなんですが、まあ、図にするとこういう感じです。何か地域貢献をしてみたいと迷っている人です。要はきっかけがない、誰に話したらいいのかわからない。まずは地域活動や市民活動を知ってもらう。これはその次のステップ。じゃあ今度は自らピョンって行けるかどうか、そのどっかの活動に行けるかどうか、で最終的には NPO なり地域団体の活動に参加をしてもらいたいということで、地域の課題の担い手を育成したい。これが小田原市民学校の仕掛けです。まあ、我々が具体的にやっているところは、まあ、これ特に2のところですね。平成29年度は、まあ、準備期間ということで、ここはかなり内部で議論をいたしました。で30年度でいよいよまずは1期生としては小田原学講座として基礎課程というのを作りました。まあ、課題と魅力を両方知ってもらう場です。いろんな課題があって、いろんな魅力があるよというのは、まずは知ってもらうのが1年目です。で、これが平成30年度。で、令和元年度からいよいよ専門課程というのが始まります。皆さんのお手元に今日資料を配りさせていただいたと思いますので、当初は8分野を専門課程として位置づけましたが、まあ、令和2年度からは専門課程6分野と教養課程という形にして2分野に分けて、進めています。今令和3年度ですから、その形で今4期生が今入っているところで、今週から着々と修了式とか卒業式が、各講座始まります。4月にはまた募集をかけて今度は5期生が入っているというような形になってまいります。イメージ、先ほど申し上げました通り、基礎課程の小田原学校座で小田原の魅力を学び、教材を運びます。2年目の専門課程と教養課程、専門課程は実践につなげるのが主なところになります。教養課程は小田原の知識をさらに深め考える力を育む。歴史に関係する NPO 団体とか地域活動団体っていうのが、まあ、たくさんあります。で二宮村神社さんでは小田原報徳社というのがあります。その他村徳に関わる団体さんたくさんありますので、そういうところにも出口があります。一応有料にしてます。これはただだったらなんか来なくていいやみたいなのが出てくるのも嫌なので、少しでもお金払うとちゃんと来るだろうということです。運営体制になります。運営体制の確立が一番苦労します。まあ障害学習から、まあ負担なしトップダウンで考えてって言われたから、はい考える講師も、まあ呼ばれればいいですよって言ってくれるんですけど、要は障害学習課で全部面倒見てるんですよ。要はサポートの必要な人を支えるっていうのは、いや福祉の関係の人を育てる過程です。子供を見守り育てる、学校に関わる人たちを育てる過程です。で自然を守り育てる関係、まあ、こういうふうに各
専門分野の人たちを障害学習課の職員だけで面倒を見れるかって言ったら面倒を見れるわけじゃないのか。なのでそこには農政からしっかり入ってくれないとこの事業は成立しないってことなんです。なのでそこを説得するのはいろいろありました。改めて基礎課程、まあ、お話しました通り小田原の魅力を学び郷土愛を学ぶ、やっぱ小田原っていいとこだよね、みんなに教えたいよねっていうのをまず行きます。なので、京都の地理の宮近地とか、あとは子育て環境とか自然環境とか学び合い、まあ、地下の博物館巡り、まあ、これ実際にやってるところですよね。で小田原にはこういう NPO 法人の小田原ガイド協会さんっていう、ガイド団体さん、この養成講座に、まあ、入ってやったらどうですかみたいな、まあ、車椅子体験、あと災害ボランティア、障害者とどう接していいか分からない方ってたくさんいらっしゃるので、実際にそういう方と触れていただくっていう機会。今、子ども食堂っていうのが、ここ数年で一気に多分全国的に増えてるんじゃないかと思います。当初は本当に1個しかなかったんですけど、今は4つあるんで、自分の行きたいところに行ってもらって、やってもらってまして、あとはこの青少年活動の体験プログラムに参加してもらう。これも2段階があって、青少年科の方で小田原自然学校っていうのをやってるんです。要は青少年体験プログラムをやる時の指導者の養成する講座っていうのが、さらに専門的な講座があるので、そこに行けるように市民学校ではこれも一コマ入れてます。で、まあ、ですね、これくくり縄、先ほどイノシシの話をしましたけど、イノシシのくくり縄を自分たちで実際に仕掛けてみたりし、県でこう里石里山保全活動の指定されているところがあるんですけど、そういうところに活動に一緒に子どもたちが来るんですけど、そこの世話役みたいなのをやっていただいたりして、それから地域の文化力を高めるなんですが、何これって思われる方もいらっしゃると思うんですが、一つは市民ホールが昨年の秋に開館しました。市民の方たちに参加してもらった方がいいよねっていうこともあって、地域の文化力を高めるみたいな講座が始まったんですが、地域芸能、伝統芸能、人がいなくてもう活動が続けられなくなりそうな団体があったんですよ、ね、とにかく郷土芸能に関心を持ってもらって入ってもらおうとか、この間は提灯作りの制作ボランティアっていうのは、そういうボランティア団体があって、だんだん高齢化が進んでるので、そういうところに内定を引っ張ってようって言って、実際この間作ってました。一人やりたいみたいな方が出てきたので、ああよかったねなんて話してて、まあ、我々としてはそこが目的なのでよかったかなと。これは農業分野です。これは本当に農業、竹林伐採また出てきましたけど、あとは稲作農家での作業体験、若手の農業家の方にああやってもらってます。小田原の場合は稲作農家さんがだんだん刈る作業とか田植えをする作業っていうのがだんだん難しくなってきていて、収入の半分は要は他の農家さんから委託事業なんだそうです。で今機械がすごいいい機械になってて、若い方はやっぱりまだ投資ができるので新しい機械入れるとやっぱ全然早いんですって。メカリとかも、なんでこんな発掘調査やるのっていうのが家建てるのに工事止められてみたいな、こういうのを見ることによって、あ、小田原ってやっぱすごいのねみたいな、まあ、孫徳さんのことも当然やってます。それでこれが取り組みの成果になります。令和元年度で88名の方が卒業した方ということで、令和2年度75、今82人の方が今はいらっしゃるのかな。これプラス新しく入ってきた人は42人いるんです。なので今は124名の方が市民学校で学んでいます、現在は。そもそもは市民学校のお話と SDGs のお話って小田原市の中では別に進んでた話なんですが、 SDGs モデル事業っていうのに応募するっていうタイミングにちょうどこの市民学校があって、この計画の中に小田原市民学校っていうのが入ってます。 SDGs 未来都市31団体国内から選ばれるんですが、その中の一つに選ばれて、さらにその中の自治体 SDGs モデル事業っていうのが全国で10都市選ばれるんですが、令和元年度にその時に小田原市もこの仕組みで選ばれてるっていうことで、 SDGs の先進都市、この中では卒業後の活動の支援入ったものをやっぱりどうしたらいいんだろうみたいな人は結構やっぱりどうしてもいらっしゃいます。先ほど苦労しますよって言ったところと、町内体制と町内認知、未来創造若者化っていうのができたんですね、今の市長になって。で、まあ、若者にどうやって持続可能な地域社会に参加してもらうのかっていうのが、まあ、我々今こう突きつけられてる
課題で、なかなかこの答えがなくてですね、困ってるっていうのが今我々の現状だ。南相馬には南相馬の魅力があると思います。それを皆さんがまず知っていただくということが一つ、ここでも課題はたくさんあるんだろうと思います。それもやっぱり皆さんに知っていただく必要があるだろう。一歩踏み出してはいかがでしょうか。例えば南相馬サイエンスラボに行ってみるとかですね、勇気がいるんですね。難しいんですけど、まあ、こういうことをされたらどうでしょうかというのが今日のお話です。ご清聴どうもありがとうございました。お疲れ様でした。小田原が冒涜の教えっていう、逆にあんまり触れてもらえなかったのかなみたいなのがあるんですけど、どうもその当たり前が基礎になって、なんかその市民の当たり前が違うからここまでもう行っちゃってるっていう、そういうイメージなんですけど、この辺はどうなんですか。冒涜塾っていうのがもともとこの市民学校の中に今居続けてるんですけど、報徳塾っていうのは実は平成10年からずっとやってるんです。それまでいろんな形で市民大学報徳塾って言ったり、キャンパスをだから報徳塾って言ったり、看板を書き換えながら報徳塾ってずっとやってるんです。小田原の場合、報徳に関しては小学校4年生で1年間報徳学習っていうのをやるんです。緑谷尊徳のことを1年間かけて教えられるので、今の30代くらいまでは尊徳のことが大体わかってるからいいんですよ。だけど、それよくは別で、要は僕ら世代って一番尊徳のこと知らない。なのでまだまだやんなきゃいけないかなって思ってます。やっぱり尊徳の教えが今回市民学校のベースになってることは間違いないかな。役所の部署としては障害学習課が核になって運営している、はい、そうですね、そうです、そうです。そうすると何人ぐらいかかってる。福井は2人ですね。社会教育指導員さんっていうのを週4で来てもらってるんですけど、2人、4人ですね。社会教育指導員さん基本的に講座を持つので、1人が4講座。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。3人の先生方の基調講演をご覧になっていかがだったでしょうか。川崎市の佐藤英子先生からは地域の寺子屋事業というお話を伺いました。川崎市は人口が非常に多くて、一方で核家族化が進んでいて、多世代の交流が乏しい、人と人とのつながりが乏しいというような問題があり、市長が考案した寺子屋事業というものによって多世代の交流が進んでいること、また地域の人たちが生きがいややりがいを感じていること、そうした素晴らしいものが学校を中心にどんどん広がっているというようなお話でした。少子化や高齢化や過疎化が進む只見町の中丸和弘先生からは、地域を愛し、地域を理解し、そして優れた人材を育む ESD と呼ばれるお話を伺いました。そして小田原市の湯浅博先生からは、地域の課題を理解し、地域の担い手作りを行う小田原市民学校のお話を伺いました。3人の先生方のご発表はどれもが素晴らしく、私たちが暮らしている南相馬市が取り入れるべき、あるいは参考にすべき内容が多く含まれていたように感じます。特に南相馬市は来年度から文部科学省の地域学校共同活動、これをスタートさせることになっておりまして、川崎市や只見町がすでに着手している内容というのは大変参考になるというふうに思います。またそうした中で小田原市の小田原市民学校は、子どもではなく大人が対象のものですが、地域のことを理解し、地域にそれぞれある団体と行政がうまく組み合わさって、そして障害学習だけではなくて農業の分野や歴史の分野やさまざまな内容を市民全員が理解し参加し、そして担い手作りにつながるという大変素晴らしい内容で、我々も地域学校共同活動あるいはその他の障害学習の分野で参考になるお話かと思います。私たちはこうしたさまざまな地域との交流を今後も続けていって、福島県の風評払拭に役立つ教育の仕組み作りとはどういったものなのか、そういったことをさらに勉強を続けていきたいと考えています。動画を最後までご覧くださいましてありがとうございます。もしご興味があれば、この後幸せをつくる教育やあるいはパネルディスカッションの様子などについてもぜひご覧ください。まずは第1部の先生方の基調講演についてお伝えしました。これからもいろんなことを紹介していきたいと思います。ありがとうございました。